今回はエピックギア様に提供いただいたゲーミングヘッドセットソノラス X を簡単に紹介していきます。このヘッドセットの大きな特徴はバーチャル 7.1 チャンスサラウンドに対応していることです。パッケージの側面にはコントローラーやノイズキャンセリングマイク、レザーレッド採用のイヤーカップについて掲載されています。パッケージの背面では各言語でその他の特徴がまとめられています。それでは開封していきます。このソノラス X にはサウンドの基本となるドライバーユニットに大口径の 50mm ドライバーを搭載しています。このドライバーを搭載したことで音の広がりや定位感がこれまでのモデルに比べ強化されています。またケーブルの中央には多機能なインラインコントローラーを備え、音量調整やミュート、ミュージックモード、ゲームモードの切り替えなども行います。商品内容はヘッドセット本体とクイックスタートガイドの2点となっています。まずこちらがクイックスタートガイドです。ヘッドセットの接続方法やドライバーのダウンロード方法が解説されています。裏面はヘッドセットの構造的な内容です。コントローラーに搭載されているボタンやヘッドバンドの伸縮、マイクの角度変更や折りたたみ機能などについて解説されています。続いてこちらがヘッドセットの本体です。左右には 50mm のドライバーユニットを搭載しています。このように折りたたむこともできます。ヘッドセットの左側にはマイクを備え、直立の状態からこの辺りまで角度を変更することができます。またマイクブームは柔らかい素材になっていまして、口元に引き寄せることもできます。ヘッドバンドは軽い力で引き出すことができますし、ヘッドバンドの頭頂部にはメーカーのロゴが存在します。クッションの厚みも十分です。ヘッドセットの右側にはバックライトを搭載しています。左側と同様にヘッドバンドを伸縮することができます。このヘッドセットには 3m の編み込みケーブルが採用されていまして、中央には多機能なインラインコントローラーを搭載しています。表面がこちら、側面にはバックライトのスイッチとスピーカーのボリュームアップ、ミュート、ボリュームダウン、マイクのミュート、モードの切り替えスイッチを搭載しています。こちらがマイクのボリュームダイヤルになっています。バックライトオンにすると、先ほど紹介したヘッドセットの右側が赤く点灯します。同様にマイクブームの先端も赤く点灯します。スイッチをオフにすることもできます。そうすると LED のライトが消灯します。以上がゲーミングヘッドセットソノラス X の簡単な紹介でした。各部の詳しい内容についてはブログにまとめていますので、そちらも併せてご覧ください。